あなたの心にビタミン C。 作朗読出演夏木ひとみ。はあ、まだできなかった。なんだか気が焦る。区切りの時に気が焦る。明日一つ年を取る。明日新年を迎える。明日新しい月が始まる。もうすぐ明日になる。そんな時になぜか気が焦る。この一年私は何をしてきた。この夏何をした。今日何をした。何もしなかった。ちっとも努力しなかった。ああ、新しい時が来ちゃう。落ち込む。悲しくなる。叫びたくなる。そんなに気が焦るならちゃんとやればよかったじゃない。そう、やればいい。やらなきゃ成功はない。やらなければと思いながら先延ばしにして、時間がない。頼まれた仕事がある。なんだかんだと後回し。ああ、またできなかった。ねえ、それ本当はやりたくないんじゃないの？そんなことないよ。これをやったらうまくいく。成功の秘訣はこれ。夢を叶えるために必要と書いてあった。多くの人は努力してる。私は怠け者なの。私は頑張りが足りないの。中途半端で、そのうちできない自分にムカついてしまう。やらなきゃと思いながらやる気もなくなる。でもやらなきゃ。ああ、そうなのね。それさ、誰かさんの成功の秘訣でしょ。それはきっととても大切なことを言ってるんだと思うよ。でもプラス、あなたの人生、あなたの個性、あなたらしさじゃないのかな。きっとあなたらしい成功の秘訣があると思うよ。それを見つけてみたら。私らしい？ねえ、お料理は好き？私ね、好きなの。レシピ通りに作ってみて、次からは調味料や具材を足したり変えたりしてオリジナルを作るの。それがすごくお気に入りになって、また自分のために作る。自分が嬉しいから自分のために作る。だって私がハッピーになれるんだもん。自分がハッピー？だって楽しくなきゃつまんないでしょ。やる気が出ないってことは実はつまんないと思ってるからかもよ。楽しめるやり方を見つけてみたら、こうやったらハッピーって感じるやり方。ハッピーって感じるやり方。私は細かい字がびっしりの本を読むのは苦手。でもカラフルな絵本とかテキストブックとか大好き。だからいろんな色でカラフルに線を引いて遊びながら読むの。するとハッピーになれる。あとね、働いたり勉強前のご褒美、好きなアイスを食べたらこれをするとか、自分ルールを作るの。その時の思いつきでいいと思うよ。ハッピーになることが大切。ハッピー。あとさ、自分のこと怠け者とか頑張りが足りないとか言ってたけどさ、毎日って頑張りの塊だと思うんだ。当たり前のように頑張っていて、気がつかないうちにすごく努力している。小さな頑張りいっぱいで一日が終わるの。私は毎日同じように生活していて、頑張ろうと思いながらぼーっとしちゃってる。やっぱり怠け者なの。努力が足りないの。そうなの。もう違うんだな。例えば目覚ましが鳴ってまだ眠いけど頑張って起きた。ほら頑張った。昼休み少しでも時間が惜しいし、めんどくさいけど食後ちゃんと歯を磨いた。ほら頑張った。家族は当たり前のように綺麗な風呂に入ってるけど、私は疲れてる時もちゃんと風呂を掃除してるんだ。なんてことない？ほら、それもすごく頑張った。これみんな24時間の中の頑張りさん。ねえねえ、この小さな頑張りさんをスマホでも紙でもいいから記入してみて。いっぱいあるはずよ。努力できなかった日なんてきっとない。できなかったことを考えるより、できたことを考える方がとてもハッピー。ハッピー？できたこと？やろうとしたことができなかった。何もしなかった。怠け者と自分を責めてたけど頑張ってるの？
掃除して洗濯してご飯作って食べて疲れて寝ちゃって当たり前の一日が過ぎて、え、これ頑張りさん？そうよ、一日は頑張りの塊。そして寝る前に言うの、今日も私はよく頑張ることができました。ほら、できた。小さな努力は誰も褒めてくれないよ。だから自分で自分を最高に褒めちゃうの。焦らなくてもいい。新しい素敵な時がちゃんと来る。あ、これも私の秘訣だから、プラスあなたらしさしてね。思わず楽しすぎて笑顔になっちゃうぐらいハッピーな秘訣。ハッピー？ハッピー？うん、自分が楽しいと感じることをあなたは気がついているはずよ。うん、私らしい、私オリジナルのハッピー感じてみる。